君の悩みを YouTube で解決、交換、質問、トーク。佐藤です。佐藤です。じゃあ、今回のテーマなんですけど、はい、私立の二科目受験って何なん、はい、今から科目を絞る危険性ですね。これです。はい。科目を絞る危険性ですね。絞るじゃない。はい、絞る危険性。絞る危険性。はい。まあ、私立ね。うん、まあ、中には二科目で受験できますっていう私立大学あるんですよ。ありますね。受験情報が学校のね、進路説明会だったりとか、いろんな大学さんが公表したりとか、塾からも提供されてると思うんで、私立の受け方がいろいろあるんだってのは結構皆さんの耳にも入ってるんかなと思うんですけど、まあ、そのうちの一つね、なんか二科目でも受験できますよみたいな方式でもあるんです。うん、まあ、大学によって名前は若干違いますけどね、3科目いるんだけど、そのうちの2つの科目使っていいよみたいな、この2つの科目で合否を出しますよってやつがありますってなると、楽じゃないですか、普通。楽ですね。見栄えはね。見栄えは。2科目だけ勉強したらいいんや。うん。これ楽なんですけど。楽です。けど、怖いんですよ。怖いです。何が怖いですか？果たして、その入試は入りやすいのかどうか。そうですね。2科目でいいんやったら、みんなそっち行くじゃないですか。はい。この倍率とかどうなんですか？たまらない。怖いですよ。教えてください。はい。みんな結構容易に予想つくかなと思うんですけど、うん、まあ、あの2科目に受験科目を絞るということは、うん、まあ、もちろん勉強時間が変わるわけじゃないから、うん、自分が持ってる勉強時間をその2つの科目だけちゃんと集中できるように、うん、3科目だと分散されるんやけど、うん、もちろんね、例えば英語とじゃあもう1科目で勉強するとして、この2科目に十分時間を割けるわけやん、うん、でこれが自分だけの状況じゃないんだっていうところをまず認識しておかないな、うん、2科目受験で行くんだって決めて、日本全国の全受験生が同じフィールドに立ってる状態が、うん、だから決してそこで有利になるっていうわけではないんですよ。確かに、うん、でもう1つが、2科目受験をするっていうのを消去法的に選んでしまう方はなかなか難しいかなと思います。難しいですね。例えば社会むちゃくちゃ苦手なんですみたいなね、うん、日本史はもう全然覚えれないんです、だから日本史を切ります、うん、で英語と国語残ってるんで、この2科目文系だよね、この2科目で受験しよっかっていう、うん、ここは消去法なんですよ、うん、これ消去法なんで、日本史がめちゃくちゃ苦手で英語と国語は別に今得意ってわけじゃないけど、うん、日本史に比べたら、うん、やったら別に強い科目じゃないですよね、うん、2科目受験する子っていうのは英語がもうものすごく得意であったりとか、うん、国語がもうめちゃくちゃ得意で満点近くはもう基本取れるんだみたいな、うん、そういう強い子たちが受験めっちゃしていきますんで、うん、ほんまにね、皆さん自身の立場が英語もめちゃくちゃ得意だと、ペラペラで喋れるしみたいな、で、あの100点満点も基本取れるんです、ちょっとケアレスミスで90点ちょいですみたいな、うん、っていうのをずっと維持できてるんやったら強いと思いますよ、うん、僕もそれなりにできてみたいな、やねんけど、そういうね選択肢じゃなくて、消去法的に2科目受験の方が楽そうやからっていう思考でこの選択をするやったら結構怖いな、うん、まあそうですね、受かる子は基本その2科目が得意やから2科目入試、ね、そう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 、で残念な結果になる子は大体そういう消去法で選んだ子が多いですもんね、そう、うん、やっぱ2科目受験の方がさらに高いんですよね、そうですね、偏差値もね高いです、だから基本的にね、めちゃくちゃ得意な科目があるわけじゃないっていう子は3科目受験で行った方が、無難に行った方が合格しやすいんじゃないかなと思いますので、僕たちもね、その進路面談とかするときにそういう特徴を持ってる子やったら、基本的にはじゃあ2科目じゃない方がいいと、でもしやるんやったら3科目受験で出願してお金を追加で払ったら2科目でも合否出せますよっていうシステムもあるんで、うんうん、3科目は絶対受験しましょうと、はい、プラスアルファで2科目でも合否判定出すようにしときや、最初から2科目だけやったらきついでっていう話をしますね、うん、そうですね、はい、まあ、大が小を兼ねるって言いますもんね、えい、なので3科目しっかりやった上で併願、うん、っていう形で、ね、うん、2科目入試はチャレンジしてみてもいいかなということですね、はい、はい、ではこの動画はここまでしたいと思います。よいしょ、よいしょ。